はい、始まりました。第3回。マスク東大阪でブルーズ3回目。一人じゃないんですよ、今日は。誰かいてるよ、おっさんが。おっさんですね。おっさんですね。元06ブルーズ、初代エース、大瀬良選手、大瀬良くん、大瀬くん、来てもらいました。ちょっと、まあ、簡単にご挨拶だけでも。はい、2012年、06ブルーズ発足してから、2012年、13年、14年、3年間、06ブルーズ、はい、滞在してプレーしてました、ピッチャーの大瀬です。来たよ、3回目でもう早速ゲストよ。ゲスト来た方が楽っていう噂もあるんで。いやね、今ちょっとコロナでね、シーズンも止まってるけども、はい、ね、そういう話題を切らさんように、ちょっとね、こんな番組を始めてもう3回目ですよ。もう3回目まだ3回目すでにゲスト。贅沢やな。ちょっと大瀬くんの紹介だけね。大瀬くんね、実はね、甲子園出てるんですよ。高校野球、遊学館で。これは石川代表？そうですね。石川代表で、高校野球、甲子園出てるんです。甲子園ですよ、皆さん。甲子園出た後、大学はどこの大学で、はい、阪南大学です、ね。もう阪南大学、大阪帰ってきたんや。はい、で、そこからかな、独立リーグ、また何か挟んでる？大学卒業して、BC リーグの独立リーグで、石川、はい、石川に戻って、そうです、また戻りました。石川ミリオンだ、ミリオンスターズ、はい、そこで何年ぐらい？そこではもう3年ですね。3年、はい、すごいね。で、その後は？その後は、大阪の関西独立リーグ当時、の、大阪ホークスドリームという。ああ、門田さん。門田さんの。おー、一緒にやってたん、門田さん。門田さんと一緒に。マジか、はい、すげえな。はい。門田さんと一緒にやってたんや。で、はい、そこは何年？そこは、まあ、1年、ね。ああ、っていうことは、ホークドリームすることは、はい。一層も一緒？一層も一緒です。おー、またそのうち一層出てくる。もしかしたら一層ゲストで来るかも、ね。ああ、そうですね。今、偉いさになってるんで、ラリグラスの。で、その後、ブルーズ？はい、そうです。で、3年間。はい。なんかちょっと資料を見てると、2012年、13年連続で最多勝。はい。すごいね。最多勝ってわかる？なんかお花が咲いたとかあんなちゃうでね。リーグで一番勝ったってことでしょ？まあまあ、そうですね。すごいね。と、はい、いうことは、関西独立リーグ入って、06ブルーズ1年目、2年目で、最多勝で、優勝、はい、そうです。すごいね。はい。そんなすごかったんや。いや、うん、たまたま。たまたまらしいわ。で、その後、はい、ブルーズは2014年のシーズンで終わった後、はい、どこに？チェコ、共和国で。チェコ、チェコ、スロバキアのチェコ。はい。おー。そうです。そこで？そこで、まあ、初シーズン。はい。なんかね、ちょっと噂に聞くとね、だいぶ、野球も生活も厳しい生活をしてたみたいですよ。なんか僕が聞いたのはなんか、払うか払えへんぐらいの金でパン食ってたとか。そうです。いくら出てたパン？1本5円の、これぐらいの。うちの猫でももうちょい高いの食ってんで。マジで？そうです。1本5円を何本食うの朝？まあ、2本ぐらいですね。本10円、はい。朝飯10円、はい。そうですね。すごい生活。それでチェコでプロリーグで。そうですね。はい。で、この T シャツは？この T シャツは、そのチェコに行った時に、うん、まあ、お金もあれでしたし、うん、まあ、いろんなファンの人もたくさん。大瀬って呼ばれてる。そうです。応援して。大瀬48。そうです。あの、チェコ。時のまあ背番号です。あ、はい、あ、なるほど。ブルーズでは石毛さんのせいでつけられへんかった背番号やね。まあまあそうですね。つけたかった当時は。つけたかったのに、はい、っていうね。この絵はこれは、長坂先生に。ああ、はい、ブルーズの応援団なんで来てくれてる。はい、実はね、マスクド東大阪のこのマスクをイラストにしてね、はい、T シャツとかにしてるんですけど、それをイラスト化してもらったのも長坂さんの。ああ。お願いして。やってもらったんですよ。すごいですね。いや、あの人すごいですよ。いや、すごいです。すごいですよ。また一回なんかで。なんかで。なんかで。で、チェコを1年間やって、はい。はい、で、その後はその次の年に、うん、アメリカの、うん。独立リーグの。あ、はい。アメリカのどの辺？ですね。
なんていう州？ニューメキシコ州です。ニューメキシコ州では南か？下の方ですね、はい。サンアントニオとかあの辺？サンタフェっていう。サンタフェ、あ、宮沢りえのやつ。そうです。あー、はい、わからんな。あ、そう。だから僕もサンタフェってみんなに行きますって言ったら、うん、あ、あの宮沢りえ。宮沢りえ。自然知らなかったんで、それですぐ Google に来て。あー、もう衝撃やったよ、あの新聞広告は。で、1年間。そうですね、はい、サンタフェで、はい、プレーしました。大体このチェコの1年とサンタフェの1年は、はい、こう成績的にはどうやったの？まあ、チェコはそうですね、やっぱ最初はパッて勝ち出したんですけど、まあチームも若かったですし、あ、元々全体的に、そうですね、うちのチームは若かった、ちょうど世代交代の時に行ったっていうのもあったんですけど、はい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 、最初はみんなこうバーって勢いで頑張ってたんですけど、うん、やっぱまあ実力の差とか、やっぱ強いチームがおるわけ。そうです、もうずっと何十年って優勝してるチームがあったので。あ、そう、はい、やっぱ途中から実力の差がこう出てきました、ね、そうか、そう、やっぱ1年やると違うねんな、はい、ブルーズにも言いたいな、ほんかにな。そうか。で、チェコ、アメリカと行って、はい、帰ってきたのが17年。そうですね、16年にはもう、はい、帰ってきて日本にずっといました。その後野球は？その後野球は、2017年から、うん、クラブチームの方で。へぇー、はい、それはチーム名言うとあかんの？言うてもいいの？あ、大丈夫です。なんていうチームで？はい、NSB ベースボールクラブって名前です。 NSB ベースボールクラブ、はい、は関西でやってる。そうです、大阪を拠点にしてる、はい、チームです。今もそこで、今もそこで、はい、プレーしてます。え、いくつになったの？今年35になります。35やって。35で現役ってすごいね。もうちょっとで天竜源一郎ぐらいまでいくから、あと50いくつまでやってもんな。まだいけるな。まだまだですね。まだいけるな、はい、すごいな。で、今が、今はそしたら野球はそのクラブチーム、はい、で、普段は、普段はそうですね、まあ、まあ新聞の、あ、読売新聞、はい、はい、そうです、販売店の、はい、所長をしてます。社長、まあまあ、そ、社長、名前のね、社長、35で野球しながら社長やって。持っとるで。いやいや、持ってないです。コロナとか言うてる場合ちゃうぐらい持っとるで、これ大打撃。いや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 。そしたら今は販売新聞の営業所か、はい、販売所を経営しながら、はい、クラブチームで野球をして、なんかもう一個やってない、はい、どっちかというとこのマスクに関係あるような感じで。そうですね、もう一個なんか関係あるね。何野崎プロレス、不正プロレス、プロレスに次ぐ、はいはい、方の天の川プロレスを来た、はい、来たやろうと今企画を。せやね、今ね、はい、一応予定ではね、6月の末に ね、そうですね、っていう話が、まあ、コロナの影響があるんで、はい、この放送、今日の収録終わって、はい、放送するこの 2,3 日の間に決まるよね。そうですね、だから今の時点では分からんちゅうことやね。はい。まあまあ、でもね、今年はちょっとイレギュラーやし、野崎もね、はい、あんな感じやったし、はい、ね、布施もちょっとね、コロナの影響が出るのか出えへんのかこれからなんでね、まあ焦らんでも来年もあるし。そうですね、ね、肩のプロですね、はい、オープニングで、オープニングと最後エンディングで大瀬くんが喋んねやろな。一番苦手な。楽しみやね。そうかそうか。まあまあ、そうやって野球、ブルーズも含めて野球してきて、はい、今ね、見事に社長っていう形で、ジャケットも似合う感じになってきて、ね、できて。で、まあまあ、今振り返ってみて、まあこれ一応ブルーズの番組なんで、はい、ブルーズの3年間を振り返ってみて、はい、やっぱこう、自分の中でこう、思い出に残ってるというかさ、印象に残ってる出来事って、でまあ一つでも二つでも、はい、もしあれば、まあ割と3年間濃かったので、うん、あ、まあたくさんそれぞれその年数その時期にあるんですけど、うん、やっぱ一番緊張したっていうところで言うと、うん、1年目のチャンピオンシップの第3戦ですかね、はい、あの黄金リレーのやつよね。そうですそうですそうです。1回目の放送でもやりました。はい、出てました、ね、はい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 。なあ、そうか、あの緊張感はせやな。僕も実は現場にね、よう忍ぶ顔でおったんやけど、やっぱり公式戦とは違う、まあ、公式戦同士やねんけど、はい、なんていうの、リーグ戦、はい、とは違う、あのなんかもうほんまに痛ーなってくるような。そうですね、マウンドにおったんやもんね。マウンドいました。いやー、すごいよね、はい、
やっぱ甲子園出たりとか、はい、その後やったらほら海外行ったりとかいろいろしてるやん、はい、と比べてもやっぱエグい。やっぱそういうなんか大事なこういう、うん、ここの試合っていう時っていうのはやっぱり緊張感はどこの土地行ってもどの時代でも一緒ですかね。まあ多少ありますけど、実際甲子園ってどうなん、やっぱり5万人ぐらいおるわけやんか、はい、エグい。やっぱなんかすごい、まあ自分の気持ちがガーって上がりますね。上がってくる、はい、あそこに立てる人って限られてるもんな。1年目のチャンピオンシップか。そうですね。せやな、あれは確かにエグかったな。へえー、ね、あの時最後投げた本もね、韓国 K リーグで投げて、はい、今コーチやってるのかな。コーチやってるみたいですね。社長やコーチはすごいな、ブルーズな。やっぱそれが一番。まあそうです、パッてやっぱ出てくるのが、ちょうどそのね日も雨だったので、できるかできないかっていうのがグランド水スポンジですって、はい、すごい時間かかってたのと、思い出した、俺もやってたわスポンジ吸うの、はい、せやせやせや、あ優勝して、え、オズちゃん来たって1年目だっけ。そうですね、オズちゃん来ただから そこもだからこうその試合の思い出の最後になってるんですよ、オズちゃんね、はい、ね、多分ね、あの1回目ちゃうわ、2回目の前回の放送の中でオズちゃんの写真出てるんですよ、はい、僕あの写真埋め込んでるんでよかったら見てください。オズちゃん何してんねやろね今。いや全然わからない、まだわからないとか、はい、連絡取ってないの。いや連絡あの場だけです。あの場だけか、そうか、プライベートも付き合うのかな思ってたから、ね、いやあったらあったらおもろいのにな。まあ怖いですけどね。怖いな。じゃあまあまあ3年間ね、ブルーズって言ったら、はい、まあブルーズのその何象徴って言うとやっぱ村上さん、石川さん。あそうですね、実際も今ほらブルーズ離れてはるし、はい、多分見てへんし、多分、はいはい、多分見てへんし、ね、見てないですね、うん、まあ、見てるかもしれないけどあのまあまあ当時3年間一緒にやってみて、はい、音声君の中で、はい、村上さんってどんな人やったのかなと思って、別に普通の話とかは期待してない。でもいやいや、うん、普通の話とか、いやまあでもとにかく熱い人ですよね。熱いね、熱いね、はい、勝負に対しても。せやな、熱かったよな、はい、で、そんなんはまあ絵として、ね、まあ、まあ、面白い、ね、面白い、あの見てる人が聞きたいねん、そんなんちゃうねん絶対今言うてんねん。まあ、うん、いや僕はまあ寂しがりかなって。お、村上さんちょっと思いましたよね。こう終わりに行ってると、わ、村上監督からこう入ってくるっていう感じは。あ、なるほどなるほど、はい、寂しがり。 でも結局全部話持っていくっていうまあそこはやっぱあの人すごいとこあるよね。すごいとこやな。はい。あ、すごいな。まあもうでも寂しがりってファンの人がしたら意外かもわからないね。まあ僕はそのイメージが、あ、はい。常に誰かとこう喋ったり、まあまあみんな、ね、ファンの人もあれですけど、うんうんうん、はい。ファンのサービスはすごかったもんね。球場でも。そうですね。あれほんますごいなと思った。村上さん全部こうね、あのちゃんとかでもね、はい、野球の話でも多分ほんまやったもん、なんでそんな話せなあかんねんってなるような素人が戦術の話とかをね、やっぱり言いたいやファンの人って。そうですね。でも全部付き合ってたもんね、あの人。そうです、そうなんですよ。あれはすごい人やなと思った。あれ言われたら他すごないみたいだけど、すごいです。いや、そんなことないねんけど大勢が言うてんね。そうか。じゃあ逆にほらピッチャーやん、はい、石毛さんは。石毛さんはね、うん、あんまり言われたことないんですよ。そうなの。はい、その投げることとか、うん、あのに関しては、まあ、その3年間ずっと一貫して言われたのが、うんうん、投げる時の姿勢だけですね。あ、ちょっとこうのけぞってるよとか、こうなってるよとか、それぐらいしか言われたなくて。まあそれは最多勝2年連続取ってる選手ですから、ね、もう完成されてたみたいな。いやもうそんな前ですけど。はい、あ、そう、石毛さんの意外な一面とかないの。どうですか、ね、もう作ってもええよ。いやいや、作るんですか。おもろかった、そんで。なんか結構弦を担ぐタイプの人か、石毛さん人かなと思いましたけどね。なんかルーチンみたいな、ジンクスみたいな。そうですね、なんか勝ち出すと連勝していくと、うん、その時に例えば差し入れを、うん、石毛さん結構こんなにコンビニでおにぎり買ってくれてたんですけど、負けるまでずっと毎試合やってくれたりとか。あ、そんなんあったんや、はい、コーラを
カチコーラでこう、毎試合提供してくれたり。すごい、あ、知らんかった、それは。そういうのはよく。あ、やっぱそういうの、やっぱ巨人時代からそうなのかな。まあそうだと思います。はい。だって考えて、村上さんかってさ、はい、当時、まあ、パリーグってテレビ中継とかなかったとはいえさ、はい、あの大木さんのな、あのすごい時にスタメン張ってた人でさ、はい、俺の中で村上さんが一番すごいなって思うのは、はい、初代ファミスタよ。レールウェイズよ。あ、南海、阪急、近鉄、はい、3球団合同で1チームや、あのゲームの中で。あ、それの中で村上さんスタメンやからね。あ、すごいですね。レールウェイズ7番打ってたからね。うん、だってあの時って誰、大石さんもおるし、はい、オグリビーからブーマーからね、おる、あんな3球団全部合わせたオールスターよ、言うたら。そうですよね。の中でスタメン張ってるんやからさ、やっぱすごい、これえぐいよ、一番すごいよ。昔ね、大阪スポーツやったかな、どっか新聞記者の人も同い年の人がおって、はいはい、その話になってる時に言うてはった。あ、何がすごいって、あれがすごいって。うん、石毛さんはな、もう説明いらんもんな。いや、もうやっぱ日本一の時のストッパーやから。そうですね、巨人のさ、もうちっちゃい頃から見てたので。ああ、すごいな、はい、石毛さんってちっちゃい時あったんかな。おそらくないような。ずっと大きいような気づいいや、でもやっぱいてるだけですね。うん、はい、やっぱすごかったし、でやっぱり、まあ、こんな年下の僕が言うのもあれやけど、ずっとお付き合いさせてもらってて、この人めっちゃ頭いいなと思って。ああ、そうそう、頭いいですね。うん、冗談とかいろんなこと言わはるんやけど、全部それ裏が、はい、裏っていうか、うん、ちゃんとこう意味があって、聞き逃したらあかんなっていうのはすごい石毛さんは感じたかな。すごいな。だ、え、今監督コーチとは連絡取ったりとかしてんの、村上さん、石毛さんと。まあ取ってないですね。取ってないですね、はい。当時のほら3年間いてた時のチームメイト、ブルーズの、はい、とは連絡取ったりしてんの。まあずっと頻繁ではないんですけど、うんうんうん、まあ年に何回か。あ、はい、例えば誰、例えばそうですね、まあ、まあ仕事とかいろいろ噛んでいくこともあるので、うん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 、その時は鈴木康平とか。ああ、康平くん、はい、康平くんね、我が家の推しメン第一号なんですよ。康平くん、我が家の。そうか、康平くんな、そうですね、一回オービー戦来たよね、去年。そうですね、うん、そうなんや。まあ、あの子はもうね、石川ミリオンスターズからずっと一緒なんで。そうか、そうか、長いねや。はい、そうか、康平くんな。この間ね、山口光くんから連絡あった、はい、ああ、うん、なんかブルーズのグッズ買いたいんですけど。突然びっくりしたけど。突然ですね。そうそう、そうですね、ヒカルもたまに。あ、連絡取ったの。はい、連絡。竹部くんは。あ、竹部も取ってる、忘れてました。竹部くん取ってるなっていうイメージがあって、はい、そうですね、割と連絡来ますね。あ、はい、その俺は、せやな、1、3年、西川くんがたまに Facebook かな。はい、あと、あ、福永は年に1回ぐらい連絡取るかな。福ちゃんね、今年シーズンはちょっと来られへんかったけど、去年までは毎年来とったわ、うちに、あの顔見せに。そうか、じゃあブルーズは実家から通ってたんか。そうですね、はい、で、海外行って、はい、海外言うたら1回、こんな言うていいんかな。 AKB の総選挙の時にチェコでライン電話してたよな。しましたね。ちょっとまあ何してんねんと思ったけど、1時間ぐらい喋ってたな。結構長い時間。総選挙見ながらな。そっか、そんなこと。いろいろ。海外はほんだら練習だけ、はい、仕事とかできへんかった。仕事はできなかったので、まあちょうど僕がいたチェコのチームは、うんうん、まあ新球場を作るっていう時だったので、まあそのもう一人、うん、あの拓保さんという方と一緒に行ったんですけど。うん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 、一緒にマウンドとかブルペンとか、はい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 、草むしりとか、うん、毎日そういうのは手伝いはずっとしてました。あ、それで球団からバイト代みたいな感じで。まあそうですね、お昼ご飯、あ、昼ご飯代みたいな、はい、昼ご飯一緒に食べたりとか。 ありがたいな、それは、はい、え、ほなもうあとは海外で、ほな練習試合 AKB 総選挙そうですね、はい。あ、そうか。え、彼女とかできへんかったの、チェコ人。いや、できなかったですね。まあでも日本人、日本語が好きな、うんうん、あのチェコ人の方も
たくさんいたので。チェコって日本に親和性あんの？意外にこう、まあ数はそこ多くないんですけど、あのゲームとか、あ、そうなんだ、アニメ結構好きな人、そうなんや、多いんですよ。へえ、あ、そういう文化なんや、はい、チェコってイメージないもんな。そうですね、そうなん、もう行くまでは全然イメージなかったんですよね。全然せやんな。はい、そら予備知識ないわな、チェコって。おねろ、何がチェコ、サッカー選手くらいネドベドっておってんけどな、ヤンコーラーとかな、おったけど、それ以外全く知識、よう行ったな。まあそう、いろんなところでやりたいっていう気持ち。1年チェコでやって帰ってきて、やっぱ行った1年間っていうのはすごい、はい、こう役に立ってるというか。そうですね、やっぱり当たり前だったことが当たり前じゃないっていう、まあ、自分自身の考えも含めてですけど。すごいな、はい、チェコ時代の動画って見れんの今？ YouTube とか上げてる？写真はほらホームページに載ってるやん。そうですね、動画そうなかったか、あるかなと思うんですけどね。なんかそんなんもね、見れたら面白いよね、はい、へえ、そうか。だからブルーズ離れてもう何年？ 3 年目までから、今年で6年目か。そうですね、はい。ブルーズの試合とかってちょこちょこ見てる？まあその1年に1回とかぐらいにですけど、はい、どう、まあまあ1年に1回ぐらいとはどこまでか分からんけど、今のブルーズ見てなんか感じることとか思うこととか。あ、どうですかね、まあ、いいよ、ね、厳しくでも。いやいやいや、まあ、当時ね、僕らもプレイヤーとして必死にやってたっていう意味なんで、その頃よりどうなのかなっていう面もあるんですけど、でも変わらずスタッフの人とかファンの人がずっといてるっていうところを僕はやっぱ見てしまうので。そうかそうか、確かにその辺はあんまりこう、まあいい意味で変化なくつながってるもんな、はい、スタッフも。だどっちかというとそう、試合もそうなんですけど、うんうん、その周りの人と喋ったりする時間の方が長くて、うんうん、あ、そうか、どうしようもなるわな、そうなあそこに誰さんいてる、うんうん、あの人いてるっていう、あ、元気してるんやなみたいな、そっちのなんか懐かしさの方がさっき行くんですよね、うんうん、どうしても。村田さんって喋った？村田さんはまだ挨拶しかしたことないんですけど、うんうん、はい、村田さんもな、左ピッチャーやもんな。あ、そうですね、うん、今うちは左ピッチャーは宮前だけかな、確か。あ、宮前だけかな。ちょっと新人がね、まだ試合やってないから何とも言われへんねんけど、はい、確か、うん、宮前ももう卒業してもう4年目なのかな、あいつも。ちょっともうな、勝負かけなあかんっていう時にこれやからかわいそうやけどね。ブルズの臨時コーチとかないの？いやいや、そんな大勢臨時コーチ、いやいやいや、山本まさみたいに、何も教えれない、山本まさみたいに。アイドルの話してまいそうです。あ、それはいるかもわからないな。なんか、いるか。そうか、はい。まあまあ、でもね、懐かしいなと思って見てくれてる人もおるんじゃないかなと思います。はい。ブルハンで6年やもんな。逆に、大瀬くんのことを知らんファンの人も今おるかもわからない。あ、そうですね。うん。ここ2、3年な、はい、来てくれるようになったファンの人とかは、あ、こんな選手おったんや、みたいな。俺らの時って言うたらもうなんか王さんとか長嶋さんみたいな感じのレジェンドみたいな。いや、ちょっと全然比べるあれが違うんですけど。何も分かりやすいかな。なあ、またね、あの、はい、まあ、もうそろそろ時間もあれなんで、はい、あれですけども、あの、またこれに懲りずに、まあ普段ね、実はね、結構お付き合いがあって、そうですね。ちょこちょこ月に何回かおたりとかしてるんで、はい、あのね、野崎のプロレスの番組でもよく一緒になってるんで、はい、はい、あのまたちょっとこっちまで来てね、なんかゆくゆくはね、この番組のなんかコーナーを担当してもらうとか。そうですね、ね、そんなもお願いできて、はい、やりたいですね。おしゃべりの練習をしてもらって。おしゃべりがもう下手なんで緊張します。肩のプロレスのためにちょっとおしゃべりの練習をねしてもらってね、そんなんで来てもらったら、まあまあみんなもね、すごい親近感湧くと思うし、これを見てね、あ、大阪もまだ野球やってんねやって言って、はい、だその NSB の試合をね、ちょっと見に行こうかなとか、そうですね、やってくれたらね、はい、ぜひ来てもらいたい。大阪グッズとかないの？これ T シャツはまだ売ってんの？これまだ全然売ってます。あ、売ってんねんって、はい、なんぼ5000円8000円今3400円やって、安っ、はい、安いよ、はい、そうですね、なんかまたこれもちょっと、新しく作りたいなって、その当時の、まあ、例えばブルズとか、海外の時のユニフォーム
いいよね、のやつを作りたいなと思ってるんですよ。こうやったらあのグレートムタカいろんなペイントのこういう T シャツ昔もうだいぶ前けど売ってんねん。ああいいですね。これ同じ型でこうユニフォームの色入れて、はい、あそれいいですね。あと球団に許可いんのかな。カラーリングだけでいらんわな。なんか細かくユニフォームにしたらロ、ね、ゴマークとかやったらいるから、まあ許可取ったら、まあ許可は言ったらくれると思うよ。あ、うん、多分知らんけど。うん、まあまあそんなグッズもね、ちょっとあとみんな楽しみにして、はい、ね。じゃあまた番組に来てもらえるかな。いいの。でいいんですか、ぐだぐだ。またね、ぜひちょっと来てもらって、はい、またね、他の選手とかね、OB とか現役の選手とか、はい、なんかね、これはちょっと話してたね、長峰代表が、はい、俺でよかとか言うから、いや、いいですって言って。断ったんね。ちょっとまたね、ちょっと長峰代表にも来てもらってもね、はい、いいかもわかんないですね。そうですね。球団の話とかもね。球団のね、中の。うん、まあ、あの人は立ち上げからずっとやってる人やから、ね、僕らでわからん話とかもね、あるやろうし、うん、ね、まあお酒だけのおばさんようにね、飲んだらローラ歌うんで、ローラ歌うんで、ローラだけは歌わさんように僕は歌ってしますんで、はい、はい、じゃあ今日はこのあたりで、今日のゲストは OB の大瀬亮君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。お待ちします。ありがとうございました。